始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析しまして、その魅力に迫っていく、そんな番組となっています。今回の企業はですね、菅工業さんにお越しいただきます。創業122年という歴史ある企業でして、日本初の建築設備施工会社ということなんですね。ただジョブローテーション制度がちょっと面白くて、設計だったり施工管理、この2つを必ず両方経験できるという面白いジョブローテーションがあるので、そのあたりについても詳しくお伺いしていきたいなというふうに思っております。では改めて今回のゲストのご紹介です。菅工業さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではお一方ずつ自己紹介簡単にお願いします。はい、菅工業株式会社人事部で採用担当しております千葉と申します。入社は11年目になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では続きまして鳥越さん、お願いいたします。はい、皆さん、はじめまして。菅工業株式会社というところで、同じく、人事部採用担当の方をしております鳥越と言います。今年でですね、入社が5年目の社員となっております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。千葉さん、休みの日は、はい、なんか娘さんにデレデレそうです、デレデレ。3歳の娘にデレデレです。はい、ですね、怒れないです。怒れないですか。はい、何やってもあ、そうですね、怒れない。はい、かわいいですか。かわいいです。何して遊んでるんですか、娘さん。ただやんちゃなんですよね、娘なんですけど。はい、なんでよく外で遊びます。はい、私も野球やるので、最近はバット持って野球しようって言われます。アクティブな娘さんで、はい、そうなんです。将来も楽しみで、いろいろ ね、はい、想像が膨らんでいきますね。はい、キャッチボールするのが夢です。なんといい夢なんでしょうか。なんか夕日が見えましたね。では鳥越さん、はい、なんか休みの度に山に登っている、はい、そうですね、登山は学生の頃から大好きで。すごいですね。はい、今週末も結構2000メーター、はい、3000メーターぐらいの山に会社の人と一緒に行くんですけど。そうなんですか。はい、2000メートル、3000メートルの山に会社の人と、会社の人と一緒に登ります。しかも会社のですね、とても偉い方たちと一緒にっていうですね。それはお仕事ですか。いや、もう完全にプライベートです。いい趣味ですね。そうですね。登山を始めたきっかけって何だったんですか。きっかけはですね、はい、大学時代の先輩が登山が好きで、結構それについていったりしてるうちに自分一人で登るようになったりとか、そういうところがきっかけですね。山登るとどんな気持ちになるんですか。やっぱ広い、こう広く渡ってるこう景色を見るのがやっぱ一番ご褒美ですね、自分への。ご褒美なんですね。はい、いいですね。なんかすごくいい景色を今日お二方に想像させていただいたんですが、ちょっと現実に戻っていきます。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいと思います。では今回のトークテーマ見ていきましょう。こちらです。こちらの5つの質問ご用意しております。施工管理設計の具体的な仕事内容なんかもちょっと体験談なども交えて聞かせていただきたいのと、あと4つ目、 3K から新 3K に変わってきている、ちょっとこれも気になりますね。あと、その菅工業ならではの雰囲気だったりカルチャー、どんな環境で皆さん働かれているのかみたいなところもお伺いできたらと思います。では早速1つ目の質問参りましょう。1つ目の質問はこちらです。専門建設会社の醍醐味や魅力とは、という質問からさせていただきたいんですが、建物だったり建築に関わるようなこう企業といいますと、ゼネコンだったり、設計事務所などなど、こう業界見渡すといろんな企業があると思うんですけれども、そんな中で専門建設会社、サブコンの醍醐味だったり、魅力みたいなところを教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。はい、まず建設会社っていったところで建物を建てる仕事なんですけど、やっぱり建物が出来上がった時に達成感といったのも感じますし、地図や歴史に残るといったところもやりがいを感じるんですけど、我々やっている設備だと、特にその空気とか水を扱う、我々の生活にはなくてはならないものを影から作るんですよね。なので私も実際施工管理の仕事をやったんですけど、現場ができた時は達成感もあるんですけど、安堵の気持ちの方が大きかったですね。あ、
そうなんですか、はい、やっとこの現場終わったなみたいな多かったんですけど、まあ、何ヶ月かしてあるいは何年かして、はい、自分がその建物を使った時がお客さんとして利用した時があるんですけど、その時に、うん、あ涼しいなとか、うん、トイレからちゃんと水が出るとか、うんうん、でそういう空間でいろんな人たちがこう笑顔で楽しそうに過ごしている空間を見た時に、あ自分が作ったのってこういう環境だなって思えた時が、この建物を作ってよかったなって私自身思えたところでしたね。そうなんですね。それを感じた経験も踏まえながら、その担っている役割とか社会貢献性ってどういうところにあると感じますか？そうですね、うん、私たちよく言うんですけど、はい、建物に命を吹き込む仕事っていうふうに言ってまして、はい、先ほど言ったゼネコンさんっていうのが、まあ、いわゆる人間の体でいうと、うん、こういう見た目の部分であったり、うん、筋肉とか骨とか人の体を支える部分を作っているとすると、我々設備の仕事っていうのは例えば脳とか心臓とか内臓とか神経とか血管とか、まあ、そういったところを作りますので、見えないんですけどやっぱり人間の体、あと建物にもなくてはならないものを作りますので、まあ、そういった思いでやっぱり仕事をするので、最初は私も正直、こういった業界どういう魅力があるのかなっていうのは分からなかったんですけど、入ってみて建物のそういった部分に携わるんだなと思うと、やっぱりそういったところはやりがいに感じますね、はあ、縁の下の力持ちじゃないですけれども、はい、そうですね、はい、こう外からはこう派手に見えない分、うん、実際に使ってる方、はい、しかも日常の当たり前のように皆さんが快適に使っている部分をこう見ると、うん、ああやっててよかったなっていうふうに、うん、はい、そうですね、ということなんですね、はい、あと建物によって本当に求められる環境が変わるんですよね、うん、かオフィスビルが求める環境、病院が求める環境、うん、工場、あと学校のキャンパスとか様々あるんですけど、うん、我々の仕事はオーダーメイドでそれを叶えていきますので、お客様がどういう環境を求めているかっていうのに対して、はい、親身になって対応していくっていうところですね。そうなんですね、はい、あとその菅工業さんはこの創業122年というすごいこう長い歴史をお持ちでいらっしゃるんですが、そのさらに実績もこう積み上げてきたものがあると思うんですけれども、その核とかこうエッセンスになっているものって何なんでしょうか？やっぱり技術力の高さとか。あ、それもいろんな当社用途に問わずさまざまな建物の仕事をしますので、まあ、そういったところでオーダーメイドな仕事をする分、やっぱりやればやるほど知識増えていく、はい、まあ、そういう技術者としての成長も面白く感じるんですけど、まあ、そういったいろんな建物を建ててきた実績、はい、経験から高い技術力っていうのもあるかと思いますし、あとはなんか私自身まあ感じている、これ合ってるか分からないんですけど、はい、社風からですね、はい、社長の経営テーマでもあるんですけど、はい、品質こそが最大の営業っていうのが経営テーマで、はい、いいものを作れば、うん、お客様に感謝されるようないいものを作れば、それがまた次の仕事にもつながっていくよ、うん、だからお客様に感謝されるのはそういう品質を大事にした、感謝されるような建物作りをしていこうっていう風な経営テーマのもと仕事をしているので、それがお客様の信頼獲得にもつながっているのかなっていうのは思いますね。そうなんですね、はい、鳥越さんも感じる部分はありますか？品質とかに、うん、やっぱそうですね、先ほど千葉も言ってたんですけれども、はい、当社の経営テーマが、品質が最大の営業っていうのはやっぱ、私も施工管理のことで、時代であったりだとか、はい、設計やってたこともあるんですけれども、やっぱ品質管理っていうのは一つの施工管理としての仕事になってるんですけれども、やっぱ新入社員の時はですね、結構そこをしつこく言われてるようなこともあって、ちゃんとこれで品質が確保されてるのかというようにですね、よく上司からも指導されていましたので、やっぱ会社としてもそういうところは大事にしてるんだなっていうふうなすごく思いますね。会社として大事にしているからこそ、こう社員の皆さんも共通認識として持っていらっしゃるような、うん、そういった印象ありますか？そうですね、そうなんですね。品質こそが、はい、最大の営業、はい、かっこいいですねそうかそうか、もう物で分かるんですね。あ、そうです。はあ、あとこう率直にちょっとお伺いしたいのが、その業界全体だったり、あと菅工業さんのこう成長性とか今後の未来ってどういうふうになっていく可能性を秘めているのかみたいなところもお伺いしてよろしいですか？はい、我々の生活とか社会において建物ってやっぱりなくならないと思うんですよね、
我々の仕事って建物がある限りなくならない仕事になりまして、はい、例えば建物を建てなくなったとしても、はい、今ある建物を利用し続けていかなきゃいけないってなりますと、はい、建物の寿命ってだいたい50年から100年ぐらいと言われている中で、我々が行っている設備は機械ですので、やっぱり寿命短いんですよね。15年から20年ぐらいになるので、はい、必ず、リニューアルとか修理とかっていうのを定期的に行っていかないと建物を継続して利用できないので、私たちの仕事も、一から建てる建物の仕事もやるんですけど、はい、今ある既存の建物に対する仕事も継続的にやっていくので、お客様との関わり方も建てて終わりじゃなくて、その後もずっと続いていくのが、はい、仕事になりますので、例えばコロナ禍で新しい建物を建てる予算かっていうような会社でも、今ある建物をそのまま続けていかなきゃいけないので、そういうリニューアルの仕事が今後増えていくんじゃないかなっていうのは感じていますね。リニューアルの仕事が今後、はい、ということなんですね。確かに建物がある限りある仕事っていうところですよね。それはね、みんながこうなんかドラえもんの世界みたいにならないとね、なかなかそうですね。ね、そうですよね、はい、何千年先になるかっていうところなんで、建物はやっぱりね必要ですから、はい、それがある限り皆さんはメンテナンスをしたりだとかリニューアルを続けていくようなご将来性もあるような仕事というところですね、はい、しかも時代に合わせてどんどん進化もしている、そうですね、になっていくというところですね。ありがとうございます。では続いての質問参りましょう。こちらです。施工管理設計の具体的な仕事内容はというところなんですけれども、実際にお二方がどんな仕事を経験してきたのかみたいなところを聞きながら、ちょっとやりがいみたいなところもお伺いできたらと思います。ではまず鳥越さんから聞いてみましょうか、はい、いかがでしょう。私も施工管理設計両方教育制度の中で両方経験してるんですけれども、もともとこの会社に入ったのが設計志望で入ったので、ちょっと設計のことについて、話させていただきますと、設計っていうとですね、どんなイメージをお持ちなのかなっていうところもあるんですけれども、ずっとなんかこうオフィスに座って図面書いてたりだとかっていう、もしかしたらそういうイメージだと思うんですけれども、